日本では考えられない異常事態が連発。その一つがこれ、アイドルが消える。そうなんですよ。今中国では芸能界に対して様々な規制が行われているんですね。芸能人の人気ランキング禁止。アイドルになりたい人に投票するオーディション番組は放送禁止。もしね、日本でこんなことになったら菅井さんどうですか？もう桜坂の危機ですよね。もう桜坂の危機です。こちらボーイズラブ禁止。これ日本でもね、その男の子同士の恋愛を描いた漫画とかゲームってありますけど、これが禁止なんですよね。そうなんですよ。これは不良文化であるって言って、ゲーム会社などにこういうものを扱ってはいけないという禁止命令が出た。すごいな。つまり中国に言わせると男らしくないっていう、そういう発想になるわけですね。男らしくないものは一切認められないというわけですね。今って性別とか問わず自由にっていう時代なのに、なかなか受け入れられないというか反発する人も多いのかなって思いますね。